はい、どうもシャマです。はい、どうもシャマです。挨拶どうしよっかな。はい、どうもシャマです。挨拶はまだ決まっておりません。最近デュエルマスターズカードはですね、まあ嬉しいことにというのかな、言葉正しいかわかんないんですけど、家の中でね、めちゃくちゃ散乱してるんですよ。普通のカードだったらいいんですよ。汎用パーツとか、なんかデッキを回す潤滑油みたいなカードだったらいいんですけど、デッキに4枚しか入れないんですよ、デュエルマスターズって。で、フィニッシャーのカードって2枚とか、まあ3枚とかなんですけど、そういうのがね、8枚とかあると。で、これもどうしようもない。使わないし、なんかあげるっていうのもちょっと違うしなってことで、今回ですね、レアカード。まあ、全部ね、4枚取った後の余りのカードなんですけど、それを1000枚、手は凝ってやってるけど、1000枚、1000枚ですね、売ってみようかなと思うんですよね。まあ、多分ね、この動画を撮ってる、20日後ぐらいかな、にカーナベルの動画が上がると思うんですけど、ちょっとタイミングなんでね、また案件かよって思うかもしれないんですが、ちょっとそこは置いといて、はい、普通のショップに売りに行くの怖いんですよ。なんかね、変な情報とかバレないかなとかね、なんだ、大量に持ってって嫌がられないかなとか思っちゃって、まあ今回通販サイトもね、カーナベルさんを利用させていただくことになりました。これは全然案件ではございません。で、今回こちら、はい、1000枚ですね。あ、そう、こちらのね、今日からね、こっちのカメラも使えますよ。はい、2カメでやっていきたいと思います。はい、それではお待たせいたしました。皆さんに見ていただきたいと思います。カメラがあっち行ったりこっち行ったりでね、騒がしいと思うんですが、今回まあレアだけをこうね、レアの中でもさらに値段のつくものをね、寄せ集めにしてみました。ちょっと中見ていきましょうか。はい、いくつかちょっと見てもらいたいなと思うんですが、もうすごいのが見えますよね。はい、5000GT だとかね、ほら、オールデリートだとか、まあ、こういう感じでね、一応コストとか文明順に分けてはいるんですけど、はい、まあ、ここら辺のね、めちゃくちゃ豪華なカード、あ、違う、なんでこれいるんだ。なんか、ブルーアイズ間違えて紛れ込んじゃってる。はい、まあ、ここら辺のカードをですね、持っていこうと思うわけですよ。サイバーダイスベガスの CS バンドがめっちゃあるしね、なんかね、謎にね。ここら辺をね、持ってったら、どれぐらいのね、価値になるのかと。相当なカードたちですよ、これ。で、これを、まあ査定してもらって、どれぐらい金額がいくのかっていうのをですね、動画にしていきたいなと思います。ということで、今から20日後ぐらいですかね、に結果が出ると思うんで、といってもですね、まあこれは映像なんでね、今から5秒後にカットが切り替わったら、買い取りの動画になってると思います。はい、ということでお待たせいたしました。まあ皆さんはね、あんまり全然待ってないと思うんですが、買い取り結果の方からまず見ていきたいと思います。担当者の小林さんより、シャマ様、大変お待たせいたしました。まとめ買い取りが完了したので、ご報告させていただきますと。パリ査定のカードも豪華だったのですが、他1000枚ほどと記載していただいておりましたカードたちの内容が素晴らしすぎて、その輝きにやられたせいか、査定中にめまいがしましたと。すごいね、丁寧に文章を送ってくださいました。で、まあ皆さんがね、気になるところ、はい、今回の査定額がこちらです。査定額263,250円。そしてですね、買取のボーナスというのが、こちらだとついて、プラス28,000円ということで284,050円という、最終お支払い額となっております。つまりですね、レアカード、今よく使われているレアカードを1000枚売ると、28万円になるという結果でございました。いや、これは相当なね、臨時収入になりますよ。まあ、MacBook を購入したりだとか、動画のね、備品の買ったりなどのね、代金に使わせていただこうかなと思っております。よくね、大人たちがカードも所詮ね、紙なんでしょうとか言いますけど、これだけの価値になると凄まじいものがありますね。ということで、シャマでした。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いやー、すごい金額だ。最後にね、このお金の使い道も載せてるんで、ぜひ、合わせてご覧ください。では。